どうも皆さんこんにちはチャックバスですえ。本日はですね、先日読売新聞の、ね、ニュースで発表になった GoTo トラベルキャンペーンについてねえ解説やっていきたいと思います。えこのキャンペーンはね、まあ、どういうものかっていうのと、まあ、どのぐらいお得なのかっていうのをね解説していきたいと思いますので、ぜひね最後までご覧ください。このニュースね皆さん見られましたかね この GoTo トラベルキャンペーンっていうのは新型コロナウイルスの、ね、影響で、えー、旅行業界っていうのが、まあ、かなり、ねえー、大変っていうのねありますよね。まあ、それを下支えする、まあ、キャンペーンで、まあ、GoTo キャンペーンっていう、えー、大きな、ね、キャンペーンの1つの中の、えー、GoTo トラベルキャンペーンっていう感じなんですよね。 でこの GoTo キャンペーンっていう、えー、全体的な予算はですね1.7兆円規模の、えー、キャンペーンというふうになってるんですよね、まあ、このキャンペーンがね、えー、どういうものかっていうことなんですけどもまずねこちら期間なんですけども、えー、残念ながらねまだ正式決定な日付っていうのはね 出ていないいなんですよねだたい7月末から始まるだろうということなんですけども、まあ、先日ね今5月末で、まあ、これがそのまま、ね、新型コロナウイルスの、ね、感染が収束の方に、ね、向かえばこのキャンペーンが、ね、行われると思うんですけども、まあ、これが6月入ってねまた大きめな感染とかが、ねまあ、起きてしまうと、まあ、このキャンペーンは、ねまあ、延期か中止になると思うんですけども。 もま今現時点ではま7月末ぐらいにねま行われるんではないかっていう風に言われております。それではですねこのキャンペーンについてなんですけれども旅行代金の最大ね半額が割引がねま受けられるキャンペーンっていう風になっているんですよね。このキャンペーンで割引を受けるには条件がありまして旅行代理店からま購入が必要っていう風うになります。ですので。 ジャランナのねトラバル系のサイトでこの旅行プランっていうのをね購入する必要がありますまあ私がねちょっと簡単に調べた感じだともうすでにねこのニュースが出てですね GoTo トラベルキャンペーンプランみたいなね感じで、まあ、ホームページにね販売の準備段階みたいなのがねされてるようなね代理店もありましたんでまあおそらくですけどもまあこういう感じでね販売されていくんだと思います 思いますで割引額についてなんですけどもちょっとこの割引額っていうのはちょっと注意が必要で宿泊に伴う旅行の場合、えー、半額が、えー、割引っていう風になっておりまして上限が2万円までっていう風に、ねえー、なってるんですよねでこの割引の、えー、内訳なんですけども、えー、こちらね上限2万円分が、まあ、そのまま割引になるのではなくてですねこちら代金のうち 2万円分が上限ですよねそのうちの7割が現金の割引そのうちの3割が飲食店などのクーポンで渡されるっていう形になるんですよね私の予想の範囲ですけども、まあ、旅行プランであるねホテルで使えるクーポンいくら分みたいなね、まあ、そんな感じで還元になるんではないかなと思います 仮にですね、1泊2日の2万円の旅行をした時のね、割引額の計算をね、ちょっと簡単に説明したいなと思うんですけども割引額は半額なので2万円の旅行、1泊2日の2万円の旅行の場合半額なので1万円の割引っていうふうになりますよね。ですけども先ほど言った通りね、こちらの1万円の割引は7割が現金割引。 3割がクーポンとかの贈呈っていう風になってますので7割っていうことですので7000円分が、ね、現金で割引っていう風になりますでそのうちの3割はクーポンで付与という形になりますので1泊2日の2万円の旅行をした場合です、ね、1万3000円を支払って7000円の割引を受けられるっていう形になります。で 3, 円分のクーポンが 付帯すするるっていう形になるんですよね2万円の、ね、旅行が、まあ、1万3000円の支払いで、ねまあ、済むっていう形になりますので、まあ、そう考えるとですね、まあ、かなりお得なキャンペーンっていうふうになりますよねちなみにこちら今ね1泊2日の旅行で、ね、計算させていただきましたけどもこれがね宿泊を伴わないね日帰りの場合は 割引上限がね2万円から1万円にね下がるようになっておりますんでその点はね注意していただけたらなと思いますで割引額はね、まあ、先ほど言った通り、り7割が現金割引3割がクーポンでの贈呈っていうふうになりますんでその点もね覚えておいてくださいでねこのキャンペーンの素晴らしいっていうかすごいところはですね こちらは旅行代理店からね、まあ、購入してまあ利用するっていうふうになりますんで、まあ、そうなるとですね、今現時点出ている情報だとですね、こちら1人何回までしか利用できないみたいなね、まあ、そういう制限はね、今のところないんですよね。ですんで、まあ、何回でもね、あの期間中利用しようと思えばですね、まあ、利用できるっていうふうになりますんで、まあ、そうなってくると、まあ、かなりね、あの大きい。 割引をね、まあ、受けることができますんで、7月以降の、ね、旅行は、かなりお得に、ね、できるんではないのかなって、個人的にはね、思っております。私のようなね、マリオット・ボンボイとかのね、ステータスを持っている方は、まあ、基本的にまあ旅行代理店でね、まあ、ねあの予約っていうのはね、あんまりしないんですよね。まあ、私もほとんどしないんですよね。でですね、まあ、結構聞かれるんですけども、マリオット・ボンボイ系のホテルをですね、旅行代理店で購入した場合ですね、 あのステータス特典って使えるかどうかって結構気になりますよね。まあ、基本的にはですねこちらの回答としてはあの利用できます。 利用できますけどもホテルによってね若干違かったりするのでもし、えー、マリオットボンボイのねステータスを持たれている方で、まあ、このキャンペーンに乗ってね代理店を通してマリオットボンボイホテルをね利用されたいっていう方は、まあ、その狙ってるホテルにですね一度電話していただいて確認するのが確実っていうふうになっておりますで注意点としてはマリオットボンボイのステータス自体はこういう旅行代理店を通して 購入しても基本的にはまあ使えるっていう風になってるんですけども宿泊実績ってありますよね自分のステータスに反映される年間何泊っていうね宿泊実績はこの代理店をね通して利用すると基本的に付与されませんのでその点だけはですね注意してくださいあのこちらで何回利用して何泊したとしても宿泊実績にはねカウントされないっていう風になっております いかかがだったでしょうか今回はです、ね、直接マイレージとか、ね、関係ない、ね、国が始めるキャンペーンの、ね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ、でもです、ね、仮に2万円の旅行に行ってそれが1万3千円で、ね、済むのであれば、まあ、かなり、ね、大きい割引は、ね、受けれて、まあ、旅行に行けますので、まあ、私みたいにですね ANA マイルとか、ね、持っている方は。 あの飛行機はね、まあ、自分で手配して、えー、現地の、ね、ホテル、まあ、2万円分のホテルね、えー、宿泊すれば、まあ、1万3000円でね、えー、宿泊できてしまうプラス3000円のクーポンがねもらえるっていう感じになりますので是非ねこちら7月末からね、えー、始まるっていうふうに言われておりますんでこの動画見られてる方は、まあ、楽しみにね、えー、していただけたらなと思います。 えー、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画に役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルではですね、えー、マイルに関すること、えー、マリオットボンボンホテルに関することですね、その他お得情報、クレジットカードとかね、えー、そういうのを発信させていただいておりますので、もしよければですね、えー、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです、えー。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。